1番平原幸太選手です。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。初日はちょっと平原選手らしくない位置取りで、後方になってしまったんですけども、そこからの素晴らしいまくりで一着、準決勝はあの堀内選手のまくりは平原選手じゃなきゃ止められないようなレースだったんですけども、あそこも止め切った。あ、二条戦ですよね。はい、準決勝は、もう無理やりというかもう胃を切って飛びついてからのまくり、足使いましたよね。苦しかったですね。はい、でもどうですか、自分 の, この考えていることと反応の方は。まあ、前半の2日間はすごく自転車とマッチングが良かったんですけど、ちょっと準決勝はちょっと少しサドルの収まりが良くなかったんで、決勝戦を修正して挑みたいと思ってます。はい、後ろにつけていた川村選手がすごかったと言ってましたけども。いや、川村にはもう何年もずっと前で頑張ってましたんで、まあ、その恩返しできてよかったですね。はい、決勝戦はどのようになりますか。あ、また僕は前で自力で頑張ります。はい、他の自力型も調子良さそうですけども、どうですか。はい、気持ちで負けないように頑張ります。はい、決勝戦です。大変な人気になると思います。ファンの方に熱いメッセージをお願いします。はい、川村とワンツー決めれるように頑張ります。応援してください。